皆さん、お忙しいところよくいた来ていただけて嬉しく思います。で、私の今ご紹介にありました、中でですね、やはり、学問をやるっていうことがどういうことかっていうことと、それから義経の問題、あるいはこのね、チンギスさんの問題っていうのは、皆さん一般の方も非常に興味を持っておられる問題で、ですからいろんな小説やいろんな説本が出ておりましてね。で、特にチンギスさん、ご存じように、大正年間にですね、やはり小屋野さんがですね、素晴らしい本を出されておりましてですね、で、これが義経はチンギスさんだったという、これまでの説をですね、強く主張されて、それまでのいろんな方が言われていた説を主張して、また満州まで調査されてですね、語っていたわけですが、これまでのね、全体、シーボルトの研究は、これは江戸の末期ですけれども、この方もね、やはり学者ということがどういうことかっていうのを示す一つのメルクマールとしてですね、やはりしっかりとしたエビデンスを自分たちで持つというね、そこからこれは必ずそうだという、そういう問いっていうか考え方で調査されて、必ずそこにエビデンスのね、こう問題が、あるということね。で、エビデンスっていうのは結局その人にとっては、人の批判ではなくて、自分がやはりものを見てですね、直接それを感じ取ると、つまり他の学問の本をですね、読んで、その説を取るということよりも、自分でこう実感するっていうことを直接その証拠から感じるっていうことですね。で、私、ちょっとレジュメに皆さんね、見ていただければ分かるんですけども、二つのね、だから義経とチンギスさん問題を語るときは、やはり二つの問題意識を持たないといけない。一つはね、確実な証拠と自分が思うこと。で、これは自分が歩いて、自分で発見した何者かをね、感じるっていうことと、それからやはり、つまり全体的な、歴史の中で、これはそうだろうという、それがやっぱり学問ということで、誰が見てもそれは否定できないということなんですね。これでもね、私は学問的体験でわかるんですけど、そう言ってもまだ信じようとしない人が多いわけですね。それは自説が一番大事ですからね。あるいは大事というよりも、自説を固執すると必ずとにかく、これが自分の考えだっていう、ご当地、ご当地相撲っていうんですけどね、やっぱりそういう、自分の独断が入るわけですね。だからそこのところで必ず3人か4人の、客観性をね、与えられる何かが必要であるわけですね。で、そういうことでね、今までの説は大体、つまり状況証拠と、それから確実な証拠と状況証拠っていうのははっきり分けなくちゃいけない。で、状況証拠っていうのはですね、例えばですね、チンギスさんが滞在したモンゴル自治区に平泉という名前があると。あるいはモンゴルの古城跡の城主はですね、九郎と称して、これは九郎義経のことだとかね、この小屋野さんがいろんなことを挙げているわけです。で、チンギス藩の紋章と源氏の紋章は同じ笹林道だと。ここにもね、挙げてますけども。
おそらくこれはね、状況証拠ですよ、この下の方は。で、こういうことだけ言ってると、学問やってない人はこれがもう証拠だと思い込んじゃうわけですね。だけどこれはですね、まあ場合によってはこういう偶然にいたかもしれないし、またまあこういうものがですね、基本的に、まあ源氏のあれだから伝わったのかもしれないし、だからこれが義経がチンギスさんだとはっきり言うわけにもいけないという、そういうことで、チンギスさんは義経ではなかったというまた別の書がすぐ出たわけですね。で、そこにあるのはですから、逆に言うと金田一京介はじめですね、自分は学問をやってるつもりでいるんですけども、自分でこうやはり、まあ学歴を持ってねやるということで自負があるわけですが、この問題っていうのは金田一京介がね答えて言うべきことじゃなかったんですよ。で、ですから金田一京介はね反論で何を言ってるかっていうと、小屋の氏のところに行ってですね、いろんな話を聞いた後ですね、やっぱりこれはもう最初から問題にならないというようなことの考え方で接していますからね、結局彼の反論は反論になってないわけですね。ですからこれもね、やっぱり専門のところっていうのはやはりまあこれも専門かどうかっていうのも一つは、やはりそれにこうしっかりとですね、まあ文献証拠なり、まああるいは私の言ってるも形の証拠っていうね、これが新しい分野でやってるわけです。で、まあこれからですね、やはりそういう確実性というところで3つあるということをね、お話しするわけです。で、これはまあこれはもうすでにお示ししてるんですけど、まずこの問題が私の最初のですね、確実性の問題なんです。で、これはね、最初に書いてあるように別々の国で作られた2つの肖像画がですね、これほど似てるっていうことは明らかな証拠になるんですよ。で、これはまあフォルモロジーって言いましてですね、形の、ある意味での正確な比較ということがあるわけね。で、これは今まではですね、こういう視点がなかったためにですね、この2つを見てもただこうね、ただ漫画チックに書いたものがただ偶然にいたんだろうと、あるいはまあ偉い人はみんな同じような風に書くんだとかね、そういうことでおそらくこう美術史を知らない人は見ていたんですね。ところが美術史を知っていると、似顔っていうのは似性といって専門家がいるんですよね。で、これはまあここにも書きましたけれども、藤原信真という人がですね13世紀にいて、まあここにもですね示したように天皇のお顔を描いてるわけね。で、この天皇のお顔っていうのもこれも漫画チックだからいかに描いたんだろうと思うかもしれませんけど、非常に正確なんです。で、あるいは正確というよりもその表情を見事に捉えているというか、まあそういうこう連達したですね技量っていうのが必要なわけですね。ですからこの左は同じような、まあ意味で時代ですからね、信真が言ったとは思いませんけれども、少なくともこの絵が平泉にあるということは、まあ平泉の周辺で、あるいは平泉においてですね、まあこれはこの藤原さん三代四代はね、非常に芸術を重んじるところなんですね。金色堂をご覧になっていただけばいいわけですけど、三尊がですね、京都に勝るぐらいの、まあ、平安のですね見事な情緒が行ったと私は見てるぐらいにですね、
優れたものですね。ですから、あの上朝用の三尊の、まあ、日本におけるあの時代の最高レベルのものが描かれているわけですね。で、そこにいた、おそらく絵師だろうと思うんですが、これがですね、描いてると私は見てるわけです。で、これについての研究は実を言うとね、BC でもほとんどないんですね。で、厳密に今これをどういうふうに見るかっていうことも、これまではほとんどされなかった。しかしですね、この的確な、まあ、筆さばきも、やはり、藤原信猿に次ぐですね、あるいは彼が言ったのかもしれないという予想をさせるわけです。で、まあ、これについてはあれですけど、他の、例えば、完全にこの顔が違うでしょう。これはまあ、有名な風来館の像ですけどね。ですから、この辺からですね、やはり我々は、まあ、この目とですね、それから鼻と口とですね、まあ、ひげはまあ、後に、まあ、剃ることもありますけど、これもね、習慣としてずっとつけてる、というふうに考えられるわけですね。で、こう、顎と全体の、プロポーションというのはですね、これも3つぐらいはっきりしていれば、もうこれは似てると言わなくちゃいけないんですね。これは美術史の一つの、まあ、方法なんですけど。だから、ここで同一人物性っていうのを非常に、明らかになるわけです。で、これがね、さっき言った風来館と全く違うようにですね、人によって違うんですよ。もちろん、正確さっていうよりも、その人の、まあ、画家のですね、技量にもよるんですけども。しかし、実を言うとね、肖像画としては非常にいいものなんです。この二つは。当時の中国の先ほどの風来館よりも、はるかにこの真実性があるわけですね。それだけ、この人物が、相手に、つまり見る画家に対してですね、迫真力を持った人物だっていうことですね。ですから目は、確かに左はですね、ちょっともう視線が定かではないような、まあ、顔をしてますから、これもね、ちょうど義経がですね、平泉にいた頃の心境に非常によく似てるんですね。この顔がちょっとかしげて下を向いているこの姿そのものがやっぱり義経の平泉の状況をね示しているということがよくわかるんですね。で、向こうはですね、明らかにもう、まあ、60ぐらいになったこの非常に精悍というか、まあ、その自信を持ったですね最小として、あるいはまあ官としてですね描かれている。しかし基本的な要素はほとんど同じ。ひげのあり方もですね、それからちょっとこう一度でね、後の歴史ではですね、藤原官っていうのはじゃない、チンギスハンっていうのは大きいと、体が大きいに違いないと言ってるんですけども、これはちょっとね、猫背みたいな、まあ、感じがするわけですが、まあ、そういうことによってね、やっぱり、これ、彼がですね、やはり、この、同一、つまり、30歳と60歳の二人の図ということになると思うんです。で、まあ結局写真っていうのはないから、もう全部絵っていうのは不正確だとみんな思いでしょうけれども、そうではないんですね。それは何かっていうと、この時代にはすでに二世画家がいて、正確に描くということをこう重んじる、そのデッサン力、その表現力がね、まあまずは立派な証拠になるだろうと思うんで。まあそのことと同時にですね、これはまあその、この二つの国、別の、同じ国でしたらね、まあ同じ国でもまあ、作家かどうかの問題になるんですけれども、別々の国でこれだけ似てるっていうのはね、これはもう明らかに
同じ人物だっていうことを言わざるを得ないんですよね。で、これは確信を持てないっていうならば、別の、証拠を見せるのは、つまり、一人の人物のアイデンティファイできるかどうかが、確実な、証拠になるわけね。ですから、私は後に状況証拠っていうのをいっぱい並べてもですね、確実な性っていうのがないと、ああ、なるほど、なるほどというだけで、まあそういうこともあるかもしれないと、たまたまそういう日本人が来てそういう名前つけたかもしれないというようなことを平気で、例えばモンゴルのですね、ニロン族は日本で、キャド族は京都のことだろうと。で、まあ、これはもう明らかに状況証拠と言ってもいい。まあ、かなり曖昧ですね。ニロンと日本、キャドと京都ですからね。だから小屋野さんの欠点はやっぱりこういうものを並べれば、たくさん並べれば、状況証拠があれば、確信、できるものだという、まあそういうところがあるわけ。ただ彼はですね、これは言ってるんですよ。モンゴル名のテムジンっていうのが天神だということですね。で、これも私は確実の一つだということはどういうことかっていうとですね、天神様ってのはご存知のように、菅原道真のことですよね。で、菅原道真のことを義経は知らないはずがないわけですが、菅原道真の運命がです。ちょうどですね、彼も追放されてるわけですね。で、こう、ほとんど付きもつかず、もう一人太宰府に流されて、まあ、そこで死んでいくわけですね。で、その、追放されたっていうのと、義経がやっぱり追放されてるということ、これがね、まずは重なってくるわけです。つまり同じ心境のこの天神様にすがろうじゃないかということの心境が一つの証拠になるわけですね。それからもう一つね、菅原道真っていうのは萩市の出身なんですよ。で、萩市の出身っていうのは何かっていうと、ご存じのように古墳を作る人たちが萩市なんですね。で、この古墳っていうのは何かっていうと、前方後円墳、あるいは石棺を使うわけです。これは完全に畑氏系の、つまりユダヤ系の死に方を表しているわけで、まあこれによってですね、義経がですね、まあこれはユダヤ人系ってまだ、言ってませんけど、実を言うと、彼の常磐御前、の存在と、それから彼は鞍馬山でですね、天神様、つまり、鞍馬山でですね、修行した。まあ、鞍馬天狗とはですね、修行したというか、まあ、そういう経歴があるわけね。で、これは鞍馬天狗、つまり鞍馬寺っていうのは完全に畑氏のお寺なんですね。で、ここで、まさに、花の、まあ、長いですね。天狗っていうのはこれは明らかにユダヤ人系なんです。で、この新しい日本史の考え方、これはもう明らかにたくさんの古墳のですね、埴輪から出てきた人たちをどう説明するかという問題に日本の歴史家が全部ですね、対処しなくちゃいけないんですよ、これは。この事実があるわけですからね。で、これを今もうほとんどの歴史家がねぐってるわけです。あるいは沈黙してるわけですね。で、こういう喋ったらもう完全に、田中説を入れなくちゃいけないっていうことになってしまって、これはもう悔しくてしょうがないわけですね。だからこういうことはね、まあ西洋でもよくあるんですけども、やっぱりね、客観性ですから問題は。ですから、それが正しい、あるいは事実として、これだけ大量にあればですね、認めなくちゃいけないんですよ。で、この視点を繰り込むことがね、やはり大事になってくるわけです。で、それはもう明らかに果たし問題があるし、私はまあすでにそういうね、問題で、
蘇我氏、我よみがえり、ねっそりさですよ。で、なぜ馬宿の王子が聖徳太子かって馬宿の王子っていう言葉をつけたかって。今までこれを全部曖昧にしてたんね。だからこういうことに対するしっかりとした学問的な位置づけあり方をね追求しなくちゃいけない。ですから義経にですね、果たし系のユダヤ系の考え方があると、あるいはそういう地質がある、これはもう皆さんの DNA がですね、40% はユダヤと同じだということは D2 がね、D2E が同じだという、まあ、これはまあ、別に一人一人の性格を決めるわけじゃないんですけれども、日本全体に言えるわけですね。で、そういうことが、非常にこの義経の活躍や、それ以後の問題に関わりを持ってくるわけです。というのはですね、モンゴルに行った時の、まあ、オンハーンという人が助けるわけですね。で、一緒に戦うわけです。で、これについても、ここに書いてありますけれども、オンカーンはネストリウス派のキリスト教徒だったということをね、これをまあ、この部分をしっかりと認識しなくちゃいけない、ね。で、じゃあ彼らはどういう人かっていうことをですね、キリスト教徒、ネストリウス派っていうだけではユダヤ人と決められないじゃないかというんですけれども、これはもう確実にユダヤ人だと思われるわけです。これは何かっていうとですね、蘇我氏が来たとき、ユダヤ人の格好をして来てるわけです。で、蘇我氏っていうのは明らかにネストリウス派です。で、432年ですね、宗教会議でですね、ネストリウス派が排除されるわけですね。で、排除されると、あとですね、日本に来てるっていうことは、もうこれまでの、このユダヤ人の流れでですね、はっきりとして来てるわけです。ですから、これまではもう皆さんはね、まあこれも別のところでは何度も言ってるんですけど、ユダヤ人が日本に来たということが、到底自分の想定外だということで無視するわけですけれども、絶対無視しちゃいけないんね。で、こうしないと歴史が嘘の歴史になるから。で、やっぱりこういうことを考えるとですね、いかにこの義経がですね、こう少しこう違った、つまり違ったといっても日本人であるのに変わらない。つまり昨日、おとといですね、脳の大倉さんと先生と喋ってきたんですけれども、あそこは全部果たしなって言ってるんですよ、自分たちの脳のね。で、そのどういうふうに関わったかっていう問題は、脳の筋書き、脳のこう作品の中にあるんだと。で、やはりそこにですね、別の世界からやってくる人たち、あるいは、死の世界からやってくる人たちという、そういう、こう、想定が、つまり、まあ、世阿弥、総阿弥といったですね、観阿弥といった、つまり、脳の作家に脈々としてあって、そういう問題を、突きつける。つまり、まさにですね、菅原道真の恨みですよね。ああいう問題っていうものが基本的に脳の主題になっているということですね。ですから日本人はね、神道ですから大払いしてしまえばそんな恨みはないんですよ。まあないって言ったら語弊がありますけどね。違う人格、違う生き方の方が入ってきたっていう問題が、それが日本人の文化の面白さ、あるいは国際性、普遍性もなってると私は見てるわけですね。で、この問題っていうのは、まあ非常に新しい問題ですからね、ちょっと、本当かなということがね、皆さん言ってるんですけど、これは絶対に誰もが知らなくちゃいけないことなんです。で、これもね、私はまあ、ずっとその問題で、
まあ、イスラエルの学会で発表してた時も、イスラエル人が知らないんですよ。ですからね、ユダヤ人も知らなくなってるんですね。だけども彼らは優越感があるから、十二支族が散っていった。その十二支族が散っていったらどこだろうということで、その調査はやってるんですけども、しかしそれもかなりずさんなんですね。で、場合によっては貧しいですね。こう、ユダヤの、まあ、ユニス族の一部が入っているところの人をこう連れてイスラエルに戻すような運題をしていると、まあ、いうこともあるんですけども。そして日本に来た人たちは何て言ってるかと、これもみんなユダヤ人だって言ってんだ。だけど人数が多すぎからイスラエルには戻せないなんて言ってんだ。勝手なことを言ってるんですよね。だけどそれはまあ、そうじゃないんです。彼らがまた日本に同化したんだということね。でそのことをもうユダヤ人も認めないとですね、この問題はまた解決しないんですね。まあ、いずれにしてもね、この問題が、このオンハンっていうネフソリウスさんの人が彼と一緒に戦ったり、ある意味で、その、指示をね、出したりすることによって、大きくなっていくっていうかね、つまり彼は日本人でありながら、そういう大陸で戦えるだけの、力をね、最初から持っていた、潜在的に持っていたと見えるわけです。これはまあ、ここにも書きましたけど、それまでの彼の戦いぶりが、ちょっとやっぱり残酷というかね、こう、はかりごとをやるようなこともやると。まあ、これも、詳しく、ここは述べませんけれども、そういうことでね、やっぱり、モンゴルに合ってるんですよ。だけども、基本的には彼は誠実であると。彼はですね、なぜ、立派な日本人だということを言えるかっていうとですね、北港伝説を見ればわかるわけ。つまり、彼が北海道まで行った時に、いかに尊敬されているか、彼を守るために必死になって各地の人がですね、まあ、宿を貸してですね、そして守ってるか、そういうことがね、ずっとたどれるんですよ。今そこにあるね、岩手の、まあ、門にたくさんそういうあれ遺跡もあるし、まあお寺もたくさんあるんですけども、青森からですね、八戸まで行ってっていうことが、北海道もそうですね。で、そういうことを、まあ、日本の研究家が、まあ、これはシンポジウムで、話題にしますけれども、やはり、それだけ彼は尊敬されていたっていうことがあって、それはなぜか、もちろん、半官びいきっていう、方官びいきっていうのがありますけどね。でも、それでも彼の人格は偉いんだっていうことを、少なくともアイヌが言ってるんですね。これはちょっと、この図がですね、このアイヌの、これちょっと面白いですね。前の風俗が中にあるわけですが、左の人物のこの鎧にササリンドウが入っている。そしてこちらにたくさんの、ね、アイヌ人がいるわけです。まあ、これはもう明らかに義経だってわかるわけですね。これだけのこう人望があるということ、まあ、これだけ見てそう断定できないとは思われるかもしれませんけれども、少なくとも彼から、こう、方眼様っていうかですね、そういうこう、信仰を受けていたことは確かだろうと思う。つまりね、彼には引きつける要素があるんですね。で、やっぱりそのことが、まずは義経の素晴らしさであるわけで。で、まあ、ここにずっとその辿った跡をね、表にしてありますけども、結局こういうその後付けの中にですね、
やはり彼の尊敬っていうのが非常にあるんですね。で、今日まで忘れないっていうのはやっぱりそういうことがある。それが百社もあるんですよ。百社は、まあ、私全て調べたわけじゃないんですけども、やはりそういうことがあるわけですね。で、この図がね、ちょっと面白いんですよ。というのは、テムジンからの使者から手紙を受ける音感、ね。この人がまさにね、ネストリウス派なんです。で、これはまあ、マルコ・ポーロの刀剣文録を図にしたもんですけど、これももう15世紀ぐらいの、まあ、ミニアチュアですけどね。で、これをご覧になって分かるように、こう音感っていう人がですね、その手紙をもらったということの、まあこれは印がついて赤いのはいいんですけども、それによってですね、いかに有効的なだったということをよく示すわけです。そういうことでですね、この絵によって、まあ、これはもう必ずしも、15世紀ですからね、もうすでに、14世紀を、ですから、まあ、すでに、その、生じ性はないですけどね、ないと思われるわけですけど、しかし、まあ、音感という人のですね、人柄というのも、ある程度わかるわけです。で、こういうことがね、チンギスハンというよりも義経だということが分かってくれば、この二人の友好っていうのがですね、実を言うとね、恩官なんか時々裏切るんですよね。しかしそれでもね、彼はこう寛容に彼を受け入れるわけです、ということをここにまあ書いてありますけれども、そういうこう態度がね、日本人しかできない義経の態度があるわけですよね。で、これはね、やっぱり彼のこう人格が人々を引きつけたということです。それは何かというと、日本人の持っている誠実さ、まあ、誠実さという言葉はあまりあれですけど、とにかく間違えたことはしないと、これはまあ後になってね、残酷なチンギスハンになるんじゃないかというかもしれませんけれども、ある種の原則があるんですよ、人を殺すにしてもね。で、そのことがやはりこう、まあある意味で果たし系、ユダヤ系というふうにも言えるとは思いますけれども、これがね、やっぱり彼の残酷性なんていうことをヨーロッパで言われるんですけど、これについては後でも言いますけども、そうじゃない人格をヨーロッパの人が感じていたっていうことは、これははっきり言えるわけですね。それは何かっていうと、これもこの絵もそうですけども、これはフランドルで描かれたんでしょうけれどもね、で、アルタイ、クリルタイによってチンギスハンとして即位したというね、ことなんですが、これがまあチンギスハン、ヒゲなんか同じですよね。ですから、ちょっとやっぱりある意味ではこれがね、彼の服装を知っていたという可能性を感じさせるわけです。ただちょっとまあ図式的なね、こう感じで、まあ差異性はないですけどね。そして、ごめんなさい。そしてですね、まあこの辺からですね、世の中は変わってくるんで、でちょっと面白い資料はですね、ハンガリー年代記にですね、モンゴル人の戦いという主題でですね、異教徒の兵士っていうことで、これも両方ですね、一応モンゴルとヨーロッパの戦いの中の図として出てくるんですけど、全部ユダヤ人の格好をしてるんです。こう、まあ瓶がね、こう長いっていうのを、彼らの、帽子をかぶっている。これはなんか埴輪のあれにもよく似てるんですね。
で、こういう人たちがハンガリーにとってはモンゴル人に見えたということらしいんですけども、ですからモンゴル人がですね、モンゴルの中にさっき言ったニストリウサがいる、オンハンがいるっていうことが、それがまた後にプレスタージョンになるんですけど、これキリスト教の一時はチンギスハンがキリスト教の王子じゃないかというふうに思われたこともあるんですよ。すぐに否定されますけどね。しかしそういうことによってヨーロッパはですね、非常にこの親しみを感じるんですね。チンギスハンのモンゴル自体に。で、これはみんな敵として書かれてますからね、ちょっと獰猛な感じはしますけれども、やはり彼らの味方っていうものはですね、かなりその、同情的だっていうか、まあ同情的っていうよりも味方だっていう意味。で、そこに彼のね、人格を感じるんです。で、私はね、注目するのは1254年のですね、世界宗教者会議っていうのがあるんですね。これは私は光よ東方よっていう本で書いておいたんですけども、つまりモンゴルにね、このキリスト教の人とですね、イスラム教徒、そして中国のおそらく儒教の人と思われるわけですけれども、儒教、道教ね、こういう人たちとモンゴルのまあ、宗教者ね、これは何教か知りませんけれども、おそらく中立的な立場で会議をやってるんですよ。つまりね、モンゴルの王がですね、王っていうか、まあもちろん藩ですけどね、同じように、四代、皇帝の門家。ちょっと面白いのはね、面白いどころか、なぜチンギスハンっていう時代がパックスモンゴリカって言われたか。パックスモンゴリカっていうのは何かっていうと、モンゴルの平和っていう意味ですよ。これは驚くでしょ、皆さんね。モンゴルの時代平和なんだっていうことを、言葉が西洋にあるんですよ。ということはね、これシエナにあるですね、俺もイタリアですけど、これはまあ宮殿にあるあれですけどね、絵がね、善政と悪政っていう主題で描かれてる。善政と悪政の主題で書かれている、まあ後で最後に出てくると思いますけども、これをね、見てると善政の方にモンゴル人が出てくるんです。守る軍隊の姿として出てくるわけね。そしてこういう彼らのね、いずれできるモンゴル文字っていうもの、これはパスパ文字なんですね。これは正式に作られているのはパスパ文字で、だからこれがちょっと小さくしていただけますか。これはですね、ユダヤ人かもしれないし、まあこれはヨーロッパ人ですよね。こういう図が出てきましてね、これなんかもう明らかにモンゴル人ですね。で、そういう人たちが向こうでは非常にこう聖フランチェスコの絵の中に出てきたりしてですね、平和的存在として描かれている。ですからね、これことはね、何かっていうと、向こうでは、こう、モンゴル人っていうのは決して、悪い、いわゆるその、人々を奴隷にするようなね、こう、獰猛な人たちではなくて、きちっと、モラルっていうかね、道徳を持ってるんだっていうことを感じさせるわけだね。で、私はね、ここにですね、
兵隊として出てくる顔がもうほとんどそう、虚し顔なんで、で、まあこちらはまあどっちかというと兵隊たちですけれども、みんなね、アジア風に描かれるわけです。で、これがなぜ来たのか、モンゴルから本当にそういう印象を得たのか、ということなんですね。で、イタリアっていうのはね、イルハン国ができてから接触する、もう一番近い存在でもあるわけです。ですから、ヨーロッパでは一番こう、モンゴルに対する影響が敏感なところだったのね。で、一番重要なのは、このモンゴルの絹によって、イタリアルネッサンス、フィレンツェの産業が始まってるんですね。絹をこうたくさん入れることによって彼らはね、ルネサンスを始めるわけ、ルネサンスというか復興を始めるわけね。それまではもうまだできてたばっかしのヨーロッパの国々ですから、だいたい9世紀頃から始まったヨーロッパの形成っていうので、このモンゴルから来たですね、まあ、これはプレスタージョンのあれですから、これをある時はこれが義経だと思われた時もあったぐらいでね。まあ、だけどこれなんかあれにも見えますけどね。で、やはりこういうことでね、非常に平和的に見られていたっていうことがあるわけ。じゃあ、イスラムとの戦いがそんな、平和的かっていうと、それは違うんですね。だから、イスラムとの戦いは残酷だよ。あったかもしれない。で、それは逆に言うとヨーロッパにとってはありがたかったことだね。ですからこういうプレッツァージョーンではないかっていうで、その顔までヨーロッパ人に似せて作ったわけですよ。で、これもね、面白いんですよ。マルコ・ポーロがジパングのことを東方見聞録で書いたときに、日本人は白人だと言ってるんですね。で、まあ、その金銀を持つ豊かな、そしてそれが平泉なんですよ。で、マルコ・ポーロっていうのはね、本当に行ったことがないからね、聞き書きなんですけども、チンギスさんと、その二代目三代目ぐらいは、先ほど宗教会議をやるぐらいに、その義経、まあ日本人の公平性ですね、公平な性っていうのがあるんですよ、日本人には。ですから今だってほんの少数派の共産党とかね、まあなんとか党がですね、なんか一党代表って言うと全部の政治討論会に出てくるんですよね。あれも、まあ NHK がやるからでしょうけれども。ああいう小さな政党でも何でもこう入れて議論をさせるっていうことは、そういう日本のこう、ある種の民主主義っていうかですね、ある種の公平性っていうのがね、感じられるわけです。で、そういうことがね、もうこのモンゴルにも行われているとするとですね、これはまあ、ますます義経じゃないかと思わせるところがある。で、義経というのは確かに逃げてきましたけれども、そういう考え方はきちっと持っているということね。ですからね、私のまあ、こう、モンゴル、チンギス間のモンゴルというのは何が行われたかっていうと、やはりチンギス、この、清和源氏の一人ですからね。その後も、源頼朝も清和源氏で、この源っていうのはね、天皇を源にする、してるっていう意味ですから、自分が天皇を代行せよと言ったら、やれるという、ある種の、まあ、これはまあ源頼朝がですね、結局は天皇に、全く抵抗しないというか従っていたと同じ意味で、今度は義経はですね、その天皇のいないところでは自分は天皇の子孫だという自負が私はあったと
思われるわけ。それは誰が言ってるかって、高麗のね、文書が天使様ということで言ってるんですよ。まあ、同じ概念でね。で、私たちはその子供になりますという、この、まあ、いわゆる天皇の一つのあり方がちゃんと理解されているわけですね。で、この辺はね、だからモンゴル、私はまあ、モンゴル人と、こう、昨日モンゴルの方とね、喋ったんですけども、やっぱり一番近親性があるっていうかね、朝鮮の人たちとか中国の人たちよりも より近親性があると私は感じているわけ。それは何かっていうと、日本に来る、この、たどり着いたとき、必ず最後は騎馬民族として、その後もヨーロッパを通過、ユーラシアを通過しているわけですね。そうすると、モンゴルを通過せざるを得ない。あそこにかなりの時期いたに違いない。で、彼らがやっぱり最後に日本までやってきて、日本人になるわけですけど、そういう、この大陸のですね、流れがあるわけですね。で、これはまあ、言葉の問題もそうなんです。昨日もちょっとお話したんですけども、言葉の構造がですね、やっぱり最後に動詞がある、それから主語があっても、最後に動詞があるっていうのは、これはアルタイ系でですね、アルタイ系っていうのはまあモンゴル人が属していて、それから我々がモンゴロイド、藩を持ってるわけですね。そういうことがあって、モンゴル人というのは非常に近いなという感じを、その後も朝鮮人や中国人よりも持つ。ですからまあこれもここに書いてあるんです。相撲取りが中国人や朝鮮人よりもよっぽどモンゴル人ばっかしだと。まあモンゴル人はなんか武田家しくね、メディアでは宣伝されてますけど悪いやつだみたいなね。そうじゃないんですよ。やっぱり彼らは日本人になりたいんですよ。もちろん、そう言ったら彼らもね、語弊がある。まあ、そう言わないかもしれませんけど、やっぱり日本人にしっくりするものがある。ですから彼らが日本に来て日本人になっていくということは、我々がモンゴロイドであると、モンゴル藩があるっていうのと、それがぴったり来るわけでね。ですから私はね、そういう意味でモンゴル藩がなぜ日本人にあるかっていう問題は、結局モンゴル人、あそこを通過してきた人たちが日本であるというね、そういうことでもあるわけです。で、この視点というのは非常に私も新しい視点ですね。この問題をやり始めてからなるほどなと思ったわけです。で、なぜ相撲取りには日本人が、で、こう、日本の、彼らにとっては無駄な儀式ですよ。何してるかわかんないよね、こう。発狂に残ったなんて、まあこれはユダヤ人から来た言葉ですけれども、そういうこう形式性に柔軟に順応していくと。なんか他のヨーロッパから、あるいはね、こう中東から来たのが、もうなんか、たどたどしいっていうかね、こう危なっかしい感じしますけど、モンゴル人がやると、まあ日本人らしくやれるという、まあ、そういうことがね、この問題に非常に関わってるんだなという、まあ、思いもするわけですね。まあでもそれは全部一応その微状況証拠ですけど、そしてですね、2のチンギスカンっていうのはなるよしもがなというね、ここにまあ入るとまさにこのまあすでにこれも言われてるわけですけども、この西名さんという方がね、こう、今はもう97歳か8歳になられる方で、一度お会いしたいと思ってるんですけども、この方の、こう、静か御前、静や静ですね、静のおたまり、ね、昔を今に、ナスがよしもの。ナスがよしもの。もしくも川ですかね。これはね、
ジンギスカンの名前のズバリ言ってるわけですよ。で、このことがですね、ある意味で決定的に、感覚的には決定的なものを感じさせるわけで、まあ、最後までね、制裁の方は義経が連れて行きましたけれども、この静か御前にものすごく、まあ、愛していたっていうことを示す。本当にこれ、自分の女性の歌をね、自分の名前にして大陸で暴れるというね、この心境っていうのは、これもまたね、非常に、なんか日本人らしいっていうかね、おつなというか、まあそういうことが言えるわけです。まあさっき言ったテムジンっていうのがね、菅原道真の名前だっていうことも、これもすごい教養の問題ですよね。ですから、こういうのを見ているとは、いかにこの義経がですね、教養のある人だっていうことがわかるわけで、まあ、義経っていうと単なる武士でですね、乱暴者というふうに、普通言われますけども、そうではないっていうことがね、非常にこれでわかるわけですね。義経になりて、水管を思う。で、管というのは水と火、これを干すという意味ね。ですから、これがですね、なすよしもがなと読むんだということは、まあ、これが、やはり、ジンギスハンの、まあ、人道主義的なっていうかですね、人間的なところであって、これがね、証拠にならないなんていう人になったらですね、日本人じゃないと思いますね。やはりこれ共感するでしょう。で、別れたね、もう本当に別れて、吉野で別れたわけですけど。ですから絶対これはね、真実なんですよ。まあこれはもう私が言うわけじゃなくて、もう西田さんはじめですね、高木さんな、小説家までちゃんと引用していってるわけですが、しかしそれだけじゃないっていうのはやっぱりこの肖像画がはっきり言えるし、それからテムジンっていう言葉がね、まさにこの菅原道真のことだっていうことで、同じ境遇だっていうことでも、これもまたわかるわけです。で、あとですね、まあ、私はまあ、状況証拠としていろいろと挙げたんですけども、まあ、これもね、ちょっと、後の話なんで、まあ、あといいかなとは思うんですけれども、巻狩りっていう、まあ、同じ趣味を持ってる。まあ、これはもう、俺はまあ、状況証拠らしく、まあ、そういうこともあり得るということになるわけですが、しかしやはりね、これはやっぱり、こういう狩りをね、やるという、ちょっとモンゴルでは考えられないようなね、ことが、趣味としてあったり、それから、それ以後ですね、もっと言えるのは日本の源平の戦いぶりをですね、こうそのモンゴルでの戦いとの類似性があるということは、まあここでかなり詳しく述べてるんですけども、まあこれもですね、まあ一つの戦いとして同一かどうか、まあたまたまそうなったんだろうと言われれば、まあ、状況証拠なんですけども、やはりそこにですね、やはり彼のその才能っていうものが、こう、同じように働くっていうことをね、感じさせるわけで、これもやはりね、重要だろうと思うんです。で、私はね、こういうところでですね、奥州藤原氏っていうところのですね、この、不思議な、まあ、先ほどもちょっとね、マルコポーロが、金銀がある、
一応平泉の金色堂をですね予想させる表現だと見てるわけで、ここあそこはまあもちろん張り紙でやってるわけで、決してその金をそのまま壁にまあ、入れてるわけじゃないんですけども、そういうふうに見えたその感想をマルコ・ポーロが引用しているわけですが、そういうことのね、こうつまり日本がそれだけ豊かであるっていう印象をこのチンギスハン以降の一族がですね、このモンゴルに人々に示してるっていうことでもあるわけですね。で、このことはですね、ルネッサンスの問題にも関わってくるわけです。なぜルネッサンスがあれだけ豪華、絢爛たるものがあるか。あれは、モンゴルから来た、これはまあ中国が作ったものも多いんですけども、また、あるいは日本のものも多いんですが、日本っていうのは絹を原産国ですからね。これも今まで間違えてるんです。絹っていうのは中国から来たものだと思い込んでますよけれども、金はですね、縄文末期から私は作られたと思うね。あ、金じゃない、絹ですね。ですから、アマテラスがやっぱり絹を作られるわけです。で、そういうところからですね、この、義経が着た着物もですね、絹であった違いないんですけど、まあ、それはまあまた確証もないわけですけれども、これによってですね、モンゴルが非常に豊かであるということが、また作られたって。これはパクスモンゴリカと言われるゆえんでもあると思いますね。で、それによって、ルネッサンスがですね、この絹織物を中心として作られていくわけです。で、まあ、このことは、まあ、一つの副題ですから、詳しく述べるのはあれですけれども、こういうことによってですね、状況証拠の中で非常にたくさんのね、彼であるに違いないということが出てくるわけです。で、私はね、まあ、こういうことは、まあ、いろんな方の研究によって、まあ、よるわけですけども、今私が言いたいのはですね、日本の地位の問題です。現代とっての日本というのは何かという問題に、これが非常にこう、示唆的だと思われるわけです。どういうことかっていうと、今中国がですね、完全にその、経済的に破綻をきたしていると。で、結局共産主義っていうものがですね、資本主義経済に全く合わずに、完全に富を失ってるわけですね。で、屋台経済まで屋台でやるような、そういうことさえ李元首相が言ってるわけですから、そういう時代になってきたんね。とんでもない時代に、急激に、落ちているというかですね、それに輪をかけて、たくさんの、まあ、昨日もちょっと話したんですけどね、モンゴルの方と、結局すごい今、自然災害が多い。大洪水が起きている。で、彼ははっきり言ったんですけど、それはもうね、設備の不備だと、インフラの不備だということを即座に言いましたね。それは何かというとね、やっぱり彼らはそういう、少しずつ気づいていく、その、社会っていうものに対するね、まあ能力が乏しいっていうかですね、こう、その時代限りのものしかできない。後の人のためにこれを作っていこうとする能力、あるいは、考え方がないんですね。で、今日本人にたくさんの韓国客が来てるっていうのも、これもですね、結局、中国が行けなくなったからなんですよね。
まあそれに過ぎないって言えばまた語弊がありますけど、今度はじゃあ日本とは初めて何かっていうのを探し始めた。今までは、ね、中国の方が上だと思ったわけですよね。で中国の方が道徳、儒教があって、こうね、故宮博物館なんて立派だというふうに、まあ思わせたわけですけれども、それさえ、この前は洪水で浸水したり、もうとにかくそれを守る気もない人たちがいるんだということですね。だからその代わりの日本というとあれですけども、逆に私はまあ西洋で勉強したもんですから、今はもう本当に西洋に行きたくなくなってんですよね。それ何かというと、西洋に行くっていうのはまあまあ、もう前から40年前から泥棒の国に行くという意識が常にあるわけね。だからもう必ず日本人は狙われてますからね。あるいはもう日本人だけじゃないんですよ。イタリア人自身もやられてるんです。つまりそれは異常事態でしょう。で、日本っていうのはそんなことはほとんどないですね。あるよなんて言っても非常に少ないです。で、今その安全性のために世界がの人がやってくる。そしてそこに非常に個性豊かなビルディングがあってですね。で、個性豊かな人々がたくさんいる。それでも共同性は守ってると。ちゃんと列を並ぶというね。我々にとって当たり前だと、それの方が効率的だと思っているでしょうけど、やはりそうじゃないんですよ。他の人にとってはね、他の国の人にとっては中国人だけじゃなくて、まあ中国人はもうまだ共産党がいるけど、まあすぐに私はもう崩壊すると思うんですね。まあいずれにしてもその後をどうするかっていうことをね、昨日もモンゴルの人に言ったんですよ。もう今の状況、の上に考えろと。中国が崩壊するんだから、その時にモンゴル、内モンゴルがどうするんだって考えときなさいと言ったんですよね。やっぱりそれを、そのくらいのもう危機的な状況ですから。で、そこでね、それだけの経済的な問題じゃないんですよ、問題は。やっぱりそこにですね、やはりこの、モラルっていうか誠実さっていうかですね、こうその人を心を安定させる何者かが重要になってくるわけね。で、私はこの義経の問題を大きく取り上げたいと思うのはですね、義経が決してその乱暴者のただチンギスハンになったんじゃなくて、チンギスハンは非常にカリスマ的な平和のね、中に平和を作ろうとしていたっていうことですよ。で、これが西洋にもね、ある意味でプレスタン・ジョーン、キリスト教徒じゃないかと思われるほどの、その、印象を与えてるっていうことなんね。まあちょっと、その、で、これがですね、まずこの、チンギスハンの名前から平和的ですよね。これが本当の国じゃないですか。国っていうのはやっぱり愛情で結ばらないといけないわけですよ。家族、あるいは共同体でですね、結ばれなくちゃいけないわけですよ。で、そういうことをね、チンギスハンの名前でちゃんと示してるっていうことが、私は重要だと思うんですね。で、テムジンっていうのも同じことです。で、やっぱり天神様であるわけですから、まあちょっと恨みでね、こう、藤原家を、要するに、死を、与えたりですね、一見悪いことをしているんですが、あんなのはただ後でみんながそう思っただけなんですよね。彼は別にそんなことを言ってもないし、そういう恨みはないんですよ。で、だけども、後の人が、ああ、みんなそうだ、そうだ、まあ、天皇が、こう、ご病気になれたのは、そのせいだって言って、こう、まあ、この、天神様ができたわけでね。やっぱり日本の場合はそういうことなんであって、ですから、脳だって別に、
それで説明、こう、恨みがあっても、その恨みだけで消えていくというね、そういう感じが、まあ、非常に、するわけですね。ですから、まあ、そういうことがね、私は、まあ、非常に、この、清水さんが、義経であったことに、まあ、重要性として考えるわけで、まあ、そのことが、まあ、この本に、まあ、書こうとしたことでもあるわけ。それから、ちょっと細かいことを言いますとね、その、このですね、今皆さんがイタリアのレッサンスの各都市に行って一番重要なのはね、シエナなんですよ。シエナっていうところに、これがね、シモーネ・マルティーニとかね、ロレンツェッティとか、たくさんのね、知られ、日本であまり知られてない人の作家が、作品があるんです。で、このシエナっていうところはね、結局、フィレンツェに何隠れてますけれども、フィレンツェと並ぶ初期ルネサンスの重要な都市なんです。これがモンゴルから来た絹織物の都市なんですね。ですからね、面白いことにさっきちょっと気がついたんですけど、モンゴルから来た絹織物の中にね、ダビテの星がついてたんですね。ですから、おそらくこれを持ってきた、モンゴルの絹織物を持ってきた人たち、あるいはそれを注文した人たちは、ユダヤ人だったんだということが分かったんですね。まあ、先ほど皆さんにね、モンゴル人って言われる人がみんなユダヤ人の格好をしてるっていうことで、不思議さを言ったんですけど、今、もう一度ですね、見直したらそういうことなんです。で、フィレンツェもシエナもそういう人たちがたくさん持ってきた。それが、絹織物を持ってきたことが、というと、イタリアネッサンスの始まりだっていうことね、さっき言いましたけども、それによって豊かになったのが、ペルツケであり、バルディケであり、そして、メジチケなんですね。で、メジチケっていうのが一番こうそれ以後のね、まあルネサンスを作り、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロを作りですね、作りっていうか、まあ天才を生み出していくわけで、私はまあレオナルド・ダ・ヴィンチをやってたんですけども、研究をしてたけどね、あの人が一番日本人の思想に近いんですよ。それ何かというと自然なんですね。彼は神っていう言葉を一度も使ったことがないんですね。まあ最後の遺言書の時だけちょっと神が出てきますけれども、彼は一度も神っていうを使ってないんで、自然という言葉は常に言っていくわけです。この自然っていう言葉を言うことはどういうことかっていうとね、神を信じないっていうことなんです。ですから、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、無神論者、あるいはキリスト者じゃないと言われた節があるわけですね。ただまあ彼はその転々としてましてね、フィレンツェからミラノ行ったりね、そしてローマに行ったり、フランスに行ったりしてますから、まあ固定的なこう思想をこう検索されることはなかったんでしょうけれども、日本人の思想に非常に近いんですね。この自然っていうものが、まさにね、すべての根幹であると。で、自然は美である。それから、愛でもある。これはもうもちろんプラトニズムから来てるんですけど、そういうことをね、はっきり言ってるわけですね。ですから、あの人の絵を見てると、やはりそういうことがね、はっきり、ベネツィアを通じてですね、そういう絵が来てるんですよ。山水画みたいなのが。元の時代だって山水画が描かれてるんですね。で、それを持ってきたのがモンゴルたちなんです。で、そのモナリザの背景にですね、二つの
山水画がモナリズの両脇に書いてあるね。それをまあこの前ローマ大学で発表してきたんですけども、つまりモンゴルがもたらしたですね、掛け軸を日本後ろに立ててかけてね、その前にモナリザがいるわけ、まあ、そういう絵だっていうことを言ってるわけで、ね、で私はそういう図がですね、まあその宋の絵よりも元の時代ね、元の時代に描かれたものだろうと思いますね。だから決して傑作ではないんですけども、一つのこう自然の見方としてね、レオナルドにものすごい影響を与えたと思うね。まあちょっとレオナルドまで言うと、まあこれからチンギスさんがどうしたんだっていうことになるんですけども、結局モンゴルが作ったルネッサンスっていうことがね、言えるわけです。で、そこに中心にチンギスさん、つまりチンギスさんのモラルとかね、今このチンギスさんの、まあ、ここにですね、笹林道をしましたし、彼の、まあ、一つの自然観っていうのがね、もうこういうところに、まあ、出てるわけですね。こういうものをこうわざわざです、チンギスさんを使うっていうことは、まさにそういう彼の精神、シンボル性をね、持っていることだろうと思うんです。まあ、こういうことがね、特に、考察でわかるわけですね。つまり、こういう文化的な考察っていうものが、大事なことですよね。ですから、これからはですね、日本の在り方をこのチンギスさんあるいは義経に習ってですね、こういうそのもちろん戦いっていうことはね、徹底的にやるっていうことは一方であるけれども、一方ではですね、やはりモンゴルに文化を与えたっていうことですよ。で、文化っていうのはそれなんかというと彼らの場合は絹織物ですからね。で、絹織物においてたくさんの山水画も描かれるし、そしてあとは陶器ですね。で、この陶器もね、大量にイタリアに行ってるわけです。で、この陶器の模様がこう後の篠まつりなんかのね、こう影響を与えるわけですが、まあそういうこともね、この時代のモンゴルから始まってるっていうことをね、言ってるわけです。ですから、まあ、こういうことが、私の言いたいことはですね、この研究は、実を言うと私の、まあ、いろんな研究の一つに過ぎないんですけども、しかし、そういう視野がないとね、彼を評価できないな、ということがあるんですよ。ですから、まあ、個々の小さなまあ、小さな問題、あれですけども、それをまたこれからもね見学しながら、まあ深めていきたいと思うんですが、まあ、最後にですねここに書きましたけれども、このユダヤとですね日本の問題っていうのはここにも影を落としてるっていうこと、これをですね、私は、重視するわけですね。で、このことによって、人間が大体二つのタイプの人間が日本にあるっていうことをね、だから、日本人みたいな人がなぜあんな大将にね、ああいう皇帝になれるのか、なんていうか、考えられないっていうのが戦後のもう風潮なんです。日本みたいに。敗戦した国がね、そうじゃないんですよ。やっぱり日本というのはそういう人もいるけれども、そうじゃない人もいるわけね。で、そうじゃない人の方が私圧倒的に多い。そうじゃないっていうのは別にその自虐的なこう自分たちは日本人は大したことないっていう人たちがまあ戦後多く見えましたけどもね、そう少ないんですよ。やっぱりそれぞれの方がね、やっぱり誇りを持って、内在的な誇りを持って生きている。
で、そういうことがね、やっぱり文化全体の規定になっていくわけね。ですから今やっぱりこのチンギスさんを強調することによって、まあ、こうはっきりとですね、日本人の在り方をより強く、まあ、世界にですね、発信していくということが必要になってくると思いますね。まあ、これが、この問題の一番、私にとっては要点なんですけれども、これは、結局、一連の私の研究の中のね、このユダヤ人問題が、これだけここにもあるっていうことを、こうね、やはり、示すためにも、この研究っていうのは非常に私は大事だと思っているんで、まあ、それから吉瀬そのものの研究もまたこの視点でもってですね、彼の個性っていうのが分かってくるだろうと思いますね。まあ、ちょっと時間がありますけども、これに終わりたいと思います。どうもありがとうございました。